こんにちは、みじゅです。こんにちは、みじゅです。今回は、こちらのフォレスター STI スポーツを1ヶ月乗ってみての正直なレビューをしていきたいと思います。1ヶ月間乗って、私は走行距離が4035キロ走りました。完全なる過走行ですね。多分、3ヶ月ぐらいで1万キロ行っちゃうんじゃないかなと思って、ちょっと恐ろしいです。それはちょっと走りすぎだし、1年間で3万キロぐらい走っちゃいそうな勢いなんで、ちょっとさすがに怖いですね。ということで、まあ、こちらの動画では4035キロ1ヶ月走って、良かったところ、悪かったところ、気になる点。気になるけど、気になるっちゃ気になるけど、まあ大したことないかなっていう点。こちらの4項目でご紹介していきたいと思います。まずは良い点からスタートしたいと思います。良いところ、一つ目、1000キロレビューでも言ったんですけど、とにかく運転が楽しいです。軽やかにスムーズな加速が魅力的です。二つ目が、長距離運転も疲れにくいです。高速道路などを続くときは、アイサイトを利用して、割と、意識をガーって集中しなくていいタイミング、ある程度車にお任せできるタイミングがあるから、長距離運転も疲れにくいです。三つ目は、横顔がかっこいいなって最近改めて思いました。あと、このフォレスターっていうサイズ感が、やっぱり私に合ってるなって思います。結構機材とか荷物とかも乗せることが多いし、あと私自身も全長1750っていうことで、結構サイズ感デカめの人間なので、コンパクト SUV よりも、こういう大きめの SUV の方がいいなって改めて思いました。四つ目は、駐車場に止めてあると、改めて思ったんですけど、他の車と私のフォレスターがあると、やっぱりフォレスターって最低地上高が高いなって改めて思いました。これだけ高い最低地上高を誇っているから、雪道だったり、そういうところもガンガン走っていけるし、勾配とか、例えば店の入り口がこういうに段差になっててとか、そういう時にも斜め勾配でも前を押らずに済んだりとか、そういう点がいいんじゃないかなって思いました。良いところ、5つ目は、サイドビューとフロントビュー。こちらのスイッチが結構便利だなって思います。普段走行中に使うことは滅多にないんですけど、例えば壁側に幅寄せして駐車したいっていう時に、保険をかける意味でもサイドビューとフロントビュー、これ使うと結構便利だなって思います。今までシビックタイプ R とか、前の車ベゼルとかに乗ってる時は、目視でこの辺かなっていう、あとサイドミラー使って幅寄せとかしてたんですけど、サイドビューとかがあると小さな段差とか、あと思い切って寄せられたりとか、保険をかける意味で使うのがすごいいいなって思います。なんかなくても運転できたはずなんだけど、あったらあったで安心感があっていいなって思ってます。続いて良いところ6つ目、こちらはテレビの画質がいいなって思ってます。このナビはダイヤトーンのナビにしたんですけど、テレビ今まであんまり見なかったんだけど、画質が良くて綺麗なので、結構テレビをつける機会が増えました。続いて7つ目、ETC 料金が音声とともにナビの画面の下の方に720円利用しましたとか、そういう風に数字でポンって出てくるのが分かりやすくていいなって思います。8つ目は、スタッドレスで山道と高速の兼用で、航続可能距離、実測750キロ走ることができたのが、結構燃費がいいし、航続可能距離が長くて、すごいいいなって思ってます。良いところ、9つ目。最近新しい発見をしたんですけど、エンジンオフにしてから、割とすぐの段階だったら、ボタンを押すとウィンドウが開け閉めできるんですね。それが結構いいなって思いました。続いて10個目。シートメモリーの機能ですね。運転席側のドアのところにシートメモリーが2つあって、まあ、1と2があって、私1は、私のドラポジですね。ドライビングポジションにセットして、2のボタンは、だらけポジ、だらポジにしてるんですよ。で、このだらポジが何かっていうと、例えばコンビニとかによって、ああ、疲れたっていう時に、ドラポジだと結構、運転する姿勢だから、結構ガシッとして、結構姿勢のいい形なんですけど、やっぱりだらけたいじゃないですか。っていう時に、この、シートメモリーの2を押すと、ETC が使用できます。こうやって
私がだらけられるポジションになるっていうね設定にしてるんですけど、これが結構いいんですよ。この電動のスイッチを指で押しながら座席を下げるのもいいんだけど、ずっと押し続けなきゃいけないのが結構めんどくさいなって思って、例えば前乗ってたベゼルとかタイプ R だと手動のやつだから、ここにガッてやったらガッて倒せて、ガッてやったら後ろにガッて移動できるんだけど、これ電動だとウィーンってすごいゆっくりだから、もうなんかずっと押さえてるのがめんどくさいなって思って、だからドラポジ2つ目はだらけポジにしてあります。これが結構便利。いいところ11個目、こちらは信号をしっかり車が読み取ってくれるっていうのがいいですね。あの信号待ちで先頭だったりするときに、この辺ちょっとガサガサやってるときとか、青に変わってもちょっとタイムラグができてしまったりとかたまにあると思うんですけど、なんかそういうときもすぐにあのフォレスターの側から教えてくれるのが結構便利だなって思って。続いて悪い点2つご紹介したいと思います。悪い点の1つ目は、まあ、運転が楽しいのと、あと距離バカになりやすい。運転が疲れないから距離バカになってめちゃくちゃ走っちゃうんですよ。なので過走行になりやすいっていうのが結構悪い点かな。でも運転が楽しいからこそ過走行になってしまうっていうね、ちょっと嬉しいけど辛いっていう点ですかね。悪い点はすいません一つでした、ごめんなさい二つって言ったけど。はい、続いて気になる点を言っていきたいと思います。気になる点一つ目は、フロントガラスのあの氷とかを溶かすためのエアコンあるじゃないですか、あれの吹き出し口がちょっとね狭くて小さい気がするんだよね。なのでフロントガラスすっごい大きくて視界がいいのが特徴じゃないですか。だけどフロントガラスがでかい割にエアコンの吹き出し口が小さいから、なかなか氷が溶けないんじゃないかなって思って、あんまり今年まだ凍結してないので使い勝手分かってないんですけど、実際どのくらい氷が溶けるのが遅いかとか分かんないんですけど、でもなんか狭い気がする。でも吹き出し口の角度的にちゃんと氷が溶けるようになってんのかな、ちょっと使ってないのでまだ分からないですけど、ちょっと今気になってます。続いて2つ目、後部座席なんですけど、後部座席のドアを閉めた時になぜか分かんないけど半ドアになることが結構多いんですよね。なんかバンって閉めたつもりでもなんかちょっと1センチぐらい浮いちゃってるみたいなことがあって、これがね1ヶ月の間にもう10回弱ぐらいある。だから私の閉めがソフトすぎるのかな、なんかねそれが気になってます。続いて3つ目はアップルカープレイのケーブルがグローブボックスから出てるんですね。あのセンターコンソール内のUSB ポートが2口あるんだけど、そこは Apple CarPlay のに接続できなくて、なんかグローブボックスから線が出てて、そこに USB のライトニングケーブルを挿して Apple CarPlay つなぐっていう形になってます。なのでなんかグローブボックスから線が出てるとなんかハーネスが切れちゃいそうで嫌だなと思って、なんかこれをどうにかしたいなと思って、続いて4つ目、私の自宅の駐車場に止めるときにバックするときって障害物があるとピピピピってなるじゃないですか。なんかその音声がずっと鳴ってて、私の自宅が車3台縦列に止めるスペースなんですね。で割と細いので、しかも入り口が一番狭いんですよ。サイドミラー両方ともサイドに拳1個分ぐらいしか隙間がなくて、その時にね結構ピピ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 ってもうずっと危ないよーってずーっとバックしてる間ずーっとビビ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 ってなってるのがいやありがたいんだけど、いや大丈夫だからって、大丈夫だから落ち着けっていう感じですね。ちょっとうるさいなーっていうのが気になりますね。はい、続いて5つ目、洗車してるとこのドアの外側のドアノブタッチしてロックかけるじゃないですか。それが静電式なんですよね確か。それが洗車中に水とかかけてたりスポンジで洗ってると結構反応してビビビビビビってまた音が鳴るんですよ。これがね結構洗車撮影してて説明してる時とかにビビビビって鳴られると結構あのシッって思っちゃう。6つ目は車に携帯つないで誰かと電話してる時にその電話の音声がなんかね外に丸聞こえなんだよね。コンビニとか寄って電話つないでるままちょっとそのまま外とか出ると
もうね、外に音声丸聞こえなの。私の声は聞こえないけど、相手側の声がスピーカーを通して出てくるんだけど、なんかそれがね、外にめっちゃ漏れてんだよね。だから会話が丸聞こえになってるのが、ちょっと難点かな。結構いません？街中とかで、会話垂れ流しのアルファードとか、たまに見るんですけど、あ、これのことかって思いました。なんか音楽とかは外漏れしないのに、なんで会話の音声だけ外にガンガン放出されてんだろうって思ってます。最後に気になるっちゃ気になるけど、まあ、大したことないかなっていう点が一つあります。それがね、ボンネットのくぼみがあるんですよ。ボンネットに、この左右に、堀というか、くぼみがあって、そこがね、なんか、雨が溜まってくると、そこから、そのくぼみを利用して、パシャーって、フロントガラスに水がパシャーって、ウォッシャー液かかるみたいな勢いで、結構ね、バッてかかってくるんですよ。それが雨の日に結構あって、オートワイパーで、すぐに綺麗にしてくれるから、まあ別にいいんですけど、まあ、こういうことがあるんだよっていうのをね、ちょっと。ということで、私のフォレスター、1ヶ月で4000キロ以上走ってしまったんですけど、まあ、これからもガンガン頑張ってもらって走っていけたらなと思うので、はい、ぜひ皆さん、今後もフォレスターの動画楽しみにしていてください。もうすぐに多分5000キロレビューいけると思うので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。1ヶ月で4000キロ走ったからね、結構いろいろ細かいところまで気づいたんじゃないかなって思ってるので、実際購入しようと思ってる方の参考になれば嬉しいなって思うのと、ああ、それわかるわかるって共感してもらえたり楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。